ヤンマーアグリ株式会社は、岡山県岡山市中区にある農業機械を製造する会社、ヤンマーホールディングスグループ、ヤンマー農機の製造し会社として設立。ヤンマー向け農機機械の製造を主力としているが、アメリカジョンディア社向けの OEM 製造も受け負っている。2009年2月21日に、ヤンマー農機が親会社のヤンマーに吸収合併されたことに伴い、 ヤンマーの製造士会社に変更となった。2013年4月1日、ヤンマーグループの再編に伴い、同じくヤンマーグループの農業機械製造士会社である精霊工業を九州合併本社を旧精霊工業本社のあった岡山県岡山市に移した。2021年3月1日、ヤンマーの機製造を存続会社としてヤンマーアグリ株式会社を 九州合併したと同時に、称号を、ヤンマーアグリ株式会社へ変更した。ただし、営業部門は、大阪市に残る。ABC ヤンマー農機製造株式会社第18期決算、広告 AB ヤンマーアグリ株式会社第19期決算、広告 AB 農業機械事業における、生産再編についてヤンマー株式会社2012年10月27日、 AB 農業関連事業の再編について、ヤンマホールディングス株式会社2021年2月24日、ありがとうございます。